周五郎作足軽ぼうこうんだあの腰つきは卵でも産もう,もうというのかね向こうの男は餌サが鳥を狙っているようだそれよく見当をつけろああ外してしまったまるで下手比べだねこれは右田登録は 思わずに、と笑った。足軽仲間の下馬評はなかなかうがっている。卵でも産みそうな腰つきとか、餌サが鳥を狙っているようだとか、みんないかにも適評で叱ることもできない。それもそのはずだ。ここにいる足軽たちの中には、彼らより数頭も腕の立つ者がいるんだから。そう考えると、もう見ている気もなくなり、 あんまり悪口を言うと聞こえるぞ。と言って、彼はむしろから立ち上がった。それよりもうすぐ終わるだろうから、後片付けの手配でもするとしよう。けれどもお、おこがしらと、若い足軽の一人が立ってきていった。このままでは我慢できませんね。たとえ自分のものと試合ができないにしても、足軽は足軽同士でやるにしても。 来年はぜひ試合に出られるようにしていただきたいものです。あんまりひどすぎますよ。そうだ。と、別の一人もそれにつけて。武芸には自分と足軽の差別はないはずだ。我々の腕を見れば少しは彼らも奮発する気になるだろう。そんな望みは、木によって魚を求めるようなものだ。登録は、 低くそう答えたこれがせめて戦国の世なら俺たちの腕の見せどころもあるのだがこんな時代ではどうしようもないまあ目をつむって我慢するんだそして幕張の外へ出てしまった岩の国三春は名駒の産地として名が高いその時の藩主は 秋田信濃より末であったが領内の桟場を陣立ての主軸に置き中でも早期兵というものが特に重んぜられていたこれはかつて武田晴信の用いた銃騎兵に比すべきもので敵の前線を馬で突破し一挙に内陣をかく乱する奇襲隊の役である従って渦中では僧術が盛んに行われた それも、気情と価値とを兼ねる、秋武独特の技法があり、横井大学という藩士が師範として統一した稽古をつけていたのである。しかし時代は、聖徳から教歩に及んで、太平の世相は侍の季節をも読し、どうせ戦場に出るでもなし、という投げた気持ちから、稽古もお役目になり、 一般の腕も低下していくばかりだった。全部がそうでないにしても、私風がそのように支配していく事実は否定しがたい。これではならぬと思うものもあったろうが、時の勢いにこうしてまで立つものはなかった。右田登録は、親の代からの足軽で、二十歳の時、その子頭を命ぜられ。 気骨者として仲間の厨房を集めていた。彼の住んでいる長屋は、創術の師範をする横井大学の屋敷に近く、大学の子の横井哲之助とは、幼少の頃から往来した縁で、15歳の時、その道場に入門を許され、現在では師範の大学とさえ対等で勝負のできる腕になっていた。 彼は自分が修行を励む傍ら、仲間の足軽たちにも少しずつ手ほどきをしてあり、望みのあるものは特に願って横井道場へ入門させるなど、勝負の風を起こすことに力を尽くしてきたのであった。親代々の食録を守っていればよい、もはや合戦ということもない、私分の人々のそういう答案に対して、足軽たちは、 出世したいという希望があった。せめては私文に取り立てられたい。多かれ少なかれ、そういう望みを持っていた。自然稽古も熱心だし、上達も目覚ましく、その上人数も次第に多くなるばかりだった。けれども、いかに創術が達者になっても、足軽は足軽である。藩では毎年、 5月5日に王子愛というものがあって、家中の者の双述比べを催すのだが、足軽は一人も出ることができない。師範と対の勝負をする右田登録でさえ、出場を許されないのである。当日はやらいを言い、幕を張り、諸氏の接待をするのが役で、あとは黙って勝負を見ていなければならなかった。 卵を産みそうな腰つきなどと酷評するのは彼らにとって悔しさを紛らわすわずかな刷毛口だったのである。その日の大仕合いが終わったのは午後3時であった。役目を済ませて登録が長いへ帰ってくると妹のなぎさが買い物に出ようとするところだった。珍しく髪を結い上げているせいか。 ちょっと目を見張りたいくらい美しく見える。どうしたのだ髪などあげて。お祝い日ではございませんか。渚は帰って兄のうかつに驚いた。お忘れなさいましたの今日はいつかでございますよ。ああ、そうか。大仕合のごたごたでど忘れをしていた。登録はそう言いかけて。 すると、鉄之助殿も忘れているかもしれないな。ちょっと案内をしてこようか。その方がおよろしゅうございますわ。わたくしもまだ買い物がございますから。では、ちょっと行ってくると言って、登録はそのまま引き返していった。二。毎月五日は、右田の祝い日になっていた。それは、登録が二十歳の時。 足軽小頭を命ぜられた日で、以来ずっと欠かさずに続けている。すでに父母はなく、兄弟二人暮らしの寂しい家に、その日ばかりは仲の良い横井哲之助が客に来る。ことにこの頃では、哲之助とぎさの間に親しさが濃くなり、嫁に欲しい、差し上げましょう、と言い交わすりの近いことを、 ほとんど互いに了解し合っていたから、この日は兄弟にとって心から待たれるものだったのである。大事愛の忙しさで自分も忘れていたくらいだから、鉄之助も気づかずにいるかもしれない。そう思って横井の屋敷を訪ねると、まだ下城していないということだった。試合の後、牧山昌左衛門殿で主演があると申していた。 おそらくまだあそこにおるのであろう。そういう返事なので、すぐ近所にある牧山邸へ回ってみた。牧山正左衛門は、番頭を務める老人で、常々若い者を好み、創術が達者だということから、登録もしばしばあったことがある。取次を頼むと、今、広間でブレイクをやっている。 にから回ってよぶがよいと言われた時々来て慣れてもいたし言われるままに内庭の方へ回っていくと中の木戸を入ったところで馬鹿げた高笑いと酔いに乗じたののしり声が彼の耳を打った「たかが足軽ではないか刀をさしているというばかりで形は武士でも中間小物と選ぶところはない」 いわば道端に訳もなく生え伸びている雑草も同様だぞ。そうだ。その点を明確にすべきだ。続けて別のものがどなった。その区別を明確にしないからのサバル。第一彼らが創術をやるのからして戦場だ。ちょっと槍の持ち方でも覚えると、もういっぱしの武士にでもなりかねない面つきで、 肩を怒らしてのし回る。雑草は端から刈るべきだ。己の身分を知らしめなくてはいけないぞ。ここまで聞くと、登録は全身を震わした。己らは侍の本分をさえ忘れているのに、ただ武士であるからというだけで人を貶める。それも程度こそあれ、中原小物に等しいとか。 わけもなく生え延びる路傍の雑草とは、過言も甚ははだしい。登録は,はがみをしながら引き返そうとした。すると、なお不遠慮に、一度彼らを懲りるほど叩きのめしてやるがいいのだ。というのが聞こえた。なに、主な奴に三人やれば、あとは縮み上がってぐうの根も出はせぬよ。 登録は我慢の王を切った。彼は大股に庭へ踏み込むと、広間の縁先へぐっぐと近寄り、声いっぱいに、よろしい、叩きのめしていただこう、と絶叫した。足軽は雑草も同様だという言葉、確かに聞いたぞ。何百石という騒音の食録をいただいて、無意と食する貴公たちの目から見たら、 足軽などは人間の数に入らぬかもしれぬ。しかし、大平なればこそ、さようなたわごともはけるのだ。いざ合戦となった場合、どちらが御馬前の役に立つか。叩きのめすという言葉こそ幸い、心得のほどをここで拝見つかまつろう。広間には、十五、六人いた。もともと趣向から出た無責任な暴言だったので。 目の前に登録が現れるとともにみんなピタリと口をつぐんだ。それがさらに登録の怒りをあおった。どうした偉そうに陰口は聞いても、いざとなると出るものはないのか雑草を狩る者は一人もないのか拙者が相手をしよう。そう言いながら一座の中から立ってきたものがあった。 よこい哲之助である。登録はあっと息をのんだ。鉄之助。そうだ、鉄之助がいたんだ。しまった。思わずうめいたが、それと同時に。いや、鉄之助もこの座にいた。彼も足軽を誹謗する者の,の仲間だった。そういう憤慨がこみ上げてきた。 どなたでも、こちらに襟好みはない。誰か、稽古槍を二筋頼む。鉄之助はそう言って、庭へ飛び降りてきた。場所はここでよいか。どこでも結構。登録はそう言って、ひたと相手を見た。稽古槍が二本、そこへ差し出された。二人は一筋ずつを取り、 左右へ分かれた。3位取りをしたと見た刹那だった。鉄之助の口をついて絶叫が上がり、その槍が空を飛ぶように登録の胸へと直線を引いた。全く思いがけない強襲である。危うく体を開き、楽器と槍と槍が相打ったとき、静止用もないフンに駆られて、登録は大きく地を蹴りながら突っ込んだ。 担保の穂先は鉄之助の左の高桃ももに三寸余りも突き刺さり、登録が引き抜くと血が走った。参った。鉄之助は槍を持ったままぐらっと左へよろめき倒れた。参った。縁先にいた若侍たちは色を失った。しかし、鉄之助の袴の膝へたちまち血がにじみ広がっていくのを見ると、 おちだよこいがけがをしたとわめき、その下炉を生かして返すなと一斉に刀を掴んで立った。登録はもういけないと思った。すべてが終わったという感じで槍を取り直したとき、奥から薪山商左門が飛び出してきて、何事だ静まれ静まれと大喝し、 若侍たちの前に立ちふさがった。貴公たちこの人数で足軽一人を取り込めてどうしようというのだ。武士の対面を思え、手出しはならんぞ。そう叱りつけながら登録に振り返った。ここは良いから帰れ。追って沙汰をする。早く立ちされ。それでは、仰せのままに。 登録は会釈をするとそこへ槍を置き、静かに庭から出て行った。住まいへ帰って、妹にどう言おうかと思いあぐねていると、組頭の笹沼一蔵が駆けつけてきた。死災は聞いた。一蔵は息を切らして、金包みと思えるものを差し出しながら、牧山殿が始末の扱いをなさるという、 そこもとは即刻ここを退去してくれ。これは牧山殿から当座のご選別だ。と言った。私は立ち退きますまい。その気持ちはわかる。一蔵は忙しく頷いたが、しかしそこもとがいると、この騒ぎは大きくなる。侍と足軽全体の騒動にもなりかねない。そこもとの人物は、 老職型にもわかっているから、追ってさんの叶うようにする。薪山殿はそうおっしゃる。前後の事情をよく考えて、ともかくここは退国してくれ。彼がいては騒ぎが大きくなる。それは疑いのないところだった。ご城家を騒がしては愛すまない。登録はそう思って心を決めた。よろしゅうございます。 立ち退きましょう。しかし、このお金はお返しください。わずかながら蓄えもございますから。そう言って選別は断り、まだ何も知らずに不信がある渚をせき立て、支度もそこそこに城下町を立ち退いていった。妹に全てを語ったのは、森山藩松山寮へ入ってからだった。渚の驚きは、 うなものだったろうしかし、けなげにもよく耐え、頬のあたりを青くしたが、何も言わなかった。よりによって、鉄之助とこうなったことは、運命というよりほかにないだろう。彼は妹の昇進をどう慰めてよいか言葉に窮した。それにつけても身分が足軽ではどうしようもない。 これからは何としても、やり一筋の侍になるんだ。それまでは、お前にも苦労をかけることだろうが、右ギタの仮名を起こすという気持ちで、辛抱してくれ。はい。なぎさはどんな苦労でもいたします。ですからどうぞ。なぎさは涙を叩たたいた目で、ひたっと兄を見上げた。 岩城から下津の国へ入ったのが夏七月、それから日立へ回り、甲津の国から江戸へ着いたのが秋九月であった。江戸には下津までいたが、どんな幸運でも転げていると言われるのに反して、それまでのどこよりも生活は厳しく、田舎から出たものには人情も風も臨烈だった。そして兄弟は、 師走の寒さに向かって、東海道を西へとまた旅を進めた。正月を迎えたのは駿府だった。さすがに駿河は暖かく、土地も豊かで住みよかったが、出世の手るには縁が遠い。それで2月になるのを待ちかねて、見つけの駅から北へ入り、天竜川に沿って信濃字へと向かった。 山を越え川を渡り、谷階をたどる険しい旅路を続けて、飯田城下も虚しく過ぎ、阿公という小さな駅に泊まった時のことであった。四五日雨が降って、きちんはたごも同様なその宿には、貧しい行商人や旅を回る一門飽きんどや、角つけ芸人などが十四五人も泊まっていた。これらの人々は、 ロバへ集まってよく身の上話をする生活の苦しさ、世間のつれなさ、そして自分の不運な回り合わせなど、語ることが慰めであるような調子で話し合うのだった。これらの人々にほとんど共通しているのは、運が悪かったという点であった。すべてが運の悪いために、 あたら一生を落魄してしまったというのであった。4. そういう人たちの中に一人、いつも黙って風車を作っている老人がいた。飴を売るのが商売であるが、頸物につけてある風車を雨の日などにはそうして手作りにするのである。無論、保護詞や傘の古骨などを使った粗末なものだが、 老人はそれを作るのがいかにも楽しそうで、どんな高価なものを作っているかと疑えるほど、一つ一つに念を入れ、仕上がってからもしばらくはためつすがめつ眺めているという風うだった。周りの者のが何か言いかけると、落ち着いた柔和な調子で言葉身近に答えるが、自分の身の上話をしたり、進んで雑談の仲間に加わるようなことはなかった。 登録はこの老人に心を惹かれた。継ぎはぎの当たった布子を着て、髪の毛も灰色になり、痩せた小さな体つきで、見たところ何の取り絵もない、実に平凡な人柄である。けれどもよく注意してみると、いつも静かに微笑をたたえている目や、柔和な言葉つきや、ちょっとした身振りの中に何とも言えない、 枯れた味があって、どうかすると、先達した老騒のような感じをさえ与えるのだった。なぎさは、さすがに部屋から出なかったが、登録はロバ端へ出て人々の話を聞きながら、いつも目はその老人の居所に見入っていたのである。そうしたある世のこと。大抵話したいことも話し尽くして、ふと言葉が途切れたとき、 古河屋街だという中年の小作と呼ばれる男が、じいさんはいつも不平がなさそうだなあ、と問いかけた。まったく飴屋のじいさんは幸福人だよ、とみんなが一斉にそっちへ振り向いた。いつどこであっても眉一つしかめていたことがない。愚痴をこぼすではなし、泣き言を言うではなし。じいさん、 なんとか言わないかね。と、古ヶ谷街の小作が言った。どうしたらお前さんのようにそう暗記でいられるか、みんなあやかりたがっているぜ。そんなことはないのさ。老人はいつもの和やかな調子で答えた。私のようなものにあやからないでも、みんなそれぞれ結構にやっているじゃないか。 まあ考えてみなされ。こうして四五日も雨に降られながら、暖かい路端に長くなって、茶菓子や趣向の贅沢こそできまいが、時には天下様の評判もするし、好き勝手な世間話や愚痴が言っていられる。決してこれがやりきれないという暮らしではないと思うがね。それはじいさんにはもう欲というものがないから、 そんなことを言えるだろうが、俺たちはまだこんな死がない途性で終わろうとは思わない。みんなもう一花咲かせようという気持ちだから、そこはじいさんと俺たちとで違うんだよ。そうだとすれば、と老人は微笑しながら言った。つまり、苦労や不平の種は世間にあるのじゃなくて、 お前さんたち自分の中にあるわけだ。それをとやこう言おうとは思わない。人はそれぞれ、分別もあり望みもある。誰も彼も同じように生きられるものじゃないから。けれども、私はよくこんなことを考えるよ。老人は作り上げた風車を手に持って、ふーっと吹き。 くるくるとまわるのをたのしげにみやりながらつづけた「このかざぐるまというものは竹の親ぐしと軸ととめるまめつぶとかみぐるまでできている」「けれどもこうしてかぜにあててまわるのはかみのくるまだけさ」「ひともこのまわるところしかみやしない」「親ぐしをほめるものもなし軸がいいとか」 豆の粒がよくそろったとかいうものもない。つまり、紙の車一つを回すために、人の目にもつかないものが三つもある。しかもこの三つのうちどの一つが欠けても、風車にはならない。また、串が紙車になりたがり、豆粒が軸になりたがりでは、でんでんばらばらで、 風車一つ満足に回らなくなる。世の中も同じようなものだ。身分の上下があり、職業にも良し足がある。けれども何一つ、なくて良いものはないのさ。お奉行様がいれば、老番もいる。米屋もおけ屋も、ぼてふりも紙くずかいも、みんなそれぞれに必要な食だ。 私のように一門ア屋もこうして暮らしてゆけるところを見るとこれでやっぱり何かの役にわたっているのだろうみんなが一門ア屋になっても困るがみんなお奉行様になってもまた困る桶屋も百姓もたたき大工も自分の職を精いっぱいやって いくらかでも世の中のお役に立っているとすれば、その上の不平や愚痴は贅沢というものだ。私はそう思っているがね。登録はそこまで聞いて座を立った。そしてその世一世、彼の脳裏で一つの風車がくるくると回り続けていた。老人の言葉は、 ごくありふれた世間観である。格別名言でもなく、巧媒な理屈でもない。それにもかかわらず、登録の頭の中では、くるくると一つの風車が、いつまでも回っていて離れなかった。5。兄弟が信濃の国、高島、諏訪市へ入ったのは、3月のことだった。そして間もなく、 登録は世話をする者があって、高島藩の足軽に召し抱えられた。その時彼は妹に向かって、武士でなければ再び修取りをせぬつもりだったが、少し考えることがあって足軽の縁を取る。もうしばらくお前も苦労を頼むぞ。と言った。なぎさは兄の気持ちをどう押し量ってよいかわからず、 やっぱり初めのお考え通りには行かないのだ。そう思って心が暗くなった。人間が何か一つ抜きんでた能力を持っていると、たとえ自分から誇示しなくとも自然と人の注意を引くものである。登録はできるだけ控えめに、いつも人の影へ回るように気をつけ、日々の務めも少しどのすぎるほど精を出した。そして、 他人の分まで進んでやるという風で、活金というよりは、バカリチぎと笑われるくらい励み続けた。本当に足軽仲間のある者は、そう言って笑い、感心するよりも警部した態度で、遠慮もなく彼に仕事を押し付けるのだった。けれどもその一方、彼を一癖ある人物と見る人々も少なくなかった。組頭の 長尾仁之丞というものがその一人。また、私文の中に四五人、何かにつけて彼を特別扱いにしようとする。それらの人々は、登録がしかるべき身分のものであって、何か深い事情のため、足軽に見ようとしている。そういうふうに考えたらしく、時には打ち付けにそう質問されたことも、二度や三度ではなかった。 あの男を馬鹿にしてはいかん。長尾神之丞はよく組下の者にそう言った。あれはきっと素性癒しからの男だ。必ず一芸一能に秀でている人物だ。みんなもっといたわってやらなくてはいけないぞ。しかし登録にとってはそういう扱いをされる方がたまらないようだった。 彼は、ますます身をかがめ、肩をすぼめるような感じで、日を過ごしていった。するとある日、組頭の神之城がやってきて、なぎさ殿を奉公におあげなさらぬかと言い出した。そこもともご存じだろうが、先はお上のご射程、つまり、忠明様のお浜館なのだが、 それはありがたいことでございます。登録はそう言って少し考え。しかしせっかくではございますが、妹は私手元でしつけて参りたいと存じますから。そこもとはお浜屋方の噂を聞いておられるなそれで何かいかがわしいご方向のように思うのではないかさようなことはございません。ただ私どもは、 早く両親に死別いたしまして、ずっと二人で過ごして参りました。いわば私が親代わりになって育てましたので、間もなく縁起目もいたしたいと存じますし、その際ひらにご自体をつかまつりとうございます。それでもとはいいかねたと見えて、神之城は不本意そうに帰っていった。お浜館と言われている忠明は、 藩主の弟で、よく言えば闊達な、悪く言えば粗暴な青年だった。江戸屋敷で持て余された結果、この国元の湖畔の館へ撤居させられている。登録もたびたび遠くから姿を見たことがあるが、白石の勘の強そうな顔、大股にさっさと歩く見ごなしなど、いかにもわがままな、 不気奔放そのものといった風格が感じられる。その館へ妹を奉公に、そう聞いただけで登録はその結果がどうなるか推察できた。それではっきり断ったのである。しかし、それから間もないある日、城の大手の道武進で彼が妊婦だまりの警護に立っていると、不意にお浜館の忠明が通りかかった。 二人の故障を連れただけで、いつもの通り大股にさっさと歩いてきたから、登録はすぐ妊婦に下座を命じた。その時すでに目の前へ差し掛かっていた忠明は、ふと登録を見つけて歩み寄った。その方、右田登録と申す足軽だな。はっ。彼は膝をつき、神戸を垂れた。 大瀬のごとく、登録にございます。よう存じておるか。恐れ入り立て祭る、お浜館様と存じ上げます。世もその方を知っておる。忠明は鋭い眼差しでこちらを眠つけながら、新山の足軽、右田登録。そう確かめたのは五十日ほど前のことだ。 一癖ある面魂、よほど兵法にも堪能であろうと見た。その方何をやる投法かやりか恐れながら、それはお眼鏡違いにございます。ご覧の通りの小足がる。なかなか持ちましてさような。言うのも嫌か。忠明はにっと笑っていた。 妹を奉公に出すのも嫌己の脳を知らせるのも嫌それもよかろうしかし登録忠明はわがまま者だこうと思ったことは必ずやり通してみせる必ずだそれを忘れるな6忠明の言葉はげのように胸に刺さって忘れられなかった 一つの生き方をつかんで新しく始めた生活が思わぬところから突き崩されそうに思われる。どんな難題が降りかかってくるか、登録はその時を待つ不安定な気持ちで、しかし何事が起ころうとも大転すまいと心に決めながら同じように目立たぬ務めを励み通した。秋10月になって初めて、 5日の祝いをした。三春を去って以来落ち着かず、いとまもないままに過ごして、その時ようやく祝いの日を始める気持ちになったのである。酒一瓶と湖の小魚、渚の心を込めた禅であったが、貧しい灯火の下に二人相対して座った時は、祝いの気持ちよりも寂しさが身に染みた。 一年猶予前、三春藩にいたときはいつも鉄之助が客に来て楽しい酔いを過ごしたものである。ことに凪咲には間もなく鉄之助から結婚の申し出があるという密かな期待もあって貧しい食前が輝くようにさえ思えた。三春ももう晩秋であろう。凪咲はふと遠い故郷を偲んだ。 横井様はどう遊ばしておいでか。妹のそういう思いは登録にもすぐ察知られた。彼は寂しげななぎさの眉を見、心を打たれてそっと外向いた。ただ秋からは格別難題が出るようなこともなく、冬が来て雪の降る日々となった。そしてしわすの五日のことである。 今日はお祝い日でございますから、お早くお帰り遊ばせ。お支度をしてお待ち申しております。出がけに妹からそう言われて、登録は、ああ、もう極月の五日かと思い、くれる前に戻るから、と言って城へ登った。朝は晴れていた空が、昼過ぎる頃からまた雪が降り出し、 それに風が加わって吹雪になった。御用をしまったのは定めの四時で、もうあたりはたそがれかかっていた。風はやんだが、このあたりには珍しく、かかとをうずめるほど積もって、なお振りしきっているし、骨まで凍えるかと思うほど冷える夕べだった。足軽長屋の我が住まいへ帰ってみると、もうほのぐらいのに、 明かりがついていないてな入ってみると渚は留守だった隣へ声をかけると女房が顔を出して「おやまだお帰りになりませんかもう半時も前でしたか買い物にと言ってお出かけでしたがね」といぶかしそうにしているそれではおっつけ帰るであろうと明かりを入れたり日よけのうずみ火をかき起こしたりしていた しかし、そのうちにとっぷりとくれてしまったのに、やはりなぎさは戻ってこない。登録はにわかに不安になってきた。そして門口へ出たところへ、同じ長屋の奥にいる足軽の老人が来かかって、よく降りますな、と声をかけ、行き過ぎようとしてふと立ち止まった。時に、お妹さんは帰っておいでかな いや、まだ戻らぬので案じているのですが。お帰りがない。老人はふんと首をかしげた。それでは、やっぱりそうかもしれぬ。ご老人、何かご存じですかいや、しかとは言い切れぬが、一刻ほど前、ご老職の菅谷様へ使いに参ったとき、小浜館の前であったのが、 確かお妹さんだったように思えるのでな。お浜館。登録はぎょっとした。して、その時妹はどうしておりましたか親方の中から二名ほど人が出てきて、通りかかるなぎさ殿に何やら申しかけ、手を取ってご門の中に引き入れられるのを見た。 お妹さんではないかもしれぬが、もしやすると。それは良いことをお知らせくだすった。ともかく、見に参ってみましょう。登録には、忠明の冷笑する顔が見えるようだった。俺はわがまま者だ。思ったことは必ずやり通してみせる。そういった小姉までが、まざまざと耳によみがえってきた。 これは尋常なことではいかんぞ。彼は即座に心を決めた。日よけの火をうずめ、身支度を直し、久しく投げしにかけたままの愛想を取り下ろすと、うかを消して住まいを出た。今日まで共に観南深苦をしてきた妹を、このような不幸な結果に落とすなら、むしろ 潔くお浜館の前で、兄弟共に命を捨てるべきだ。槍を持って出たのは、無論、忠明に手向かうためではない。妹を刺し、己が自殺する用意であった。美濃をまとい、傘をかしげて、湖畔の道を浜館まで小走りに行った。門は八文字に開かれている。人は見えない。 玄関へかかろうとしたが用心して横手からお庭へ回った諏訪の湖を岸に取り入れて戦績の結構美しい庭である雪に埋もれた築山を回って御殿の方へ行くと泉戸の風になっている離れの建物に赤赤と食が輝き主演でも催していると見え笑いさざめく人声がにぎやかに聞こえてきた ここだ。登録は槍の鞘を払い、静かにそちらへ近寄った。そして、広縁へ飛び上がりざま、障子を二枚さっと左右へ押し開いた。七。障子のうちは二十条時期ほどの広間だった。高校と職代を連ね、十四五人の自身自女に取り巻かれて、忠明は今、 大敗を挙げているところだ。そのすぐ傍らに妹のなさがいるのを素早く認めた登録は、妹を頂戴に参った。ごめん。そう叫んで踏み込もうとする。突然のことで自身たちが総立ちになるのを忠明は手で制し、待ちかねたぞ登録。とよく通る声で叫んだ。 もう来る頃としびれを切らしていた。よく来たな。その方に会いたいと申す者がおる。まあ、下にいろう。会いたいというのは俺だよ。右た。そう言いながら、なぎさの横からすっと立ったものがあった。まさか忘れはすまい。横井哲之助だ。登録は、あっ、といた。 立ち上がったのは、まさしく横井鉄之助である。夢ではないか。あまりに思いがけなかったので、登録はすぐには声が出なかった。随分探したぞ。鉄之助は鋭い目で、ひたとこちらを睨みながら言った。巡り合えたのは、武神の加護だろう。気候にはりがある。それを返そうと思ってな。 念の言ったことだ。登録は初めて口を開いた。望みなら返してもらおう。いつどこで。暴れ者の忠明様もご所望だ。お庭先を貸すとおっしゃる。どなたか拙者の槍をお持ちください。出よう、ミニタ。心得たと言って登録は先に庭へ飛び降りた。地震の一人が走っていって、 槍を取ってきた。鉄之助は忠明に会釈し,して静かに広縁の方へ進み出たその時登録は再びあっと胸を打たれた鉄之助は左足を引きずっているあの時俺のついた傷だすぐにそう気づいた知らなかった 食代を縁へ出せ。忠明が次女たちに命じ、自分も首都根を橋近くへ進めた。登録、隠していた手だれの槍、今宵はしかと見届けるぞ。皮肉な笑みを浮かべてそういう忠明の顔と、その傍らに深く表を垂れている妹の姿を見たとき、登録は 弱りかかった闘志の燃え上がるのを感じた。よし、と思った。鉄之助が下へ降りてきた。白雪を敷いた邸状へ、なおひひと降る粉雪の中に、いざと二人は左右へ分かれた。互いに中段につけて呼吸五つばかり、登録は相手の槍の穂先から電光が飛ぶように思った。 上上ががっった、た。素晴らしく上がったあの時から見ると数段上を使う苦しいんだなそう思った途端鉄之助は不自由な左足をずっと寄せ石突きを下げると見るやえいと絶叫しながら突きを入れてきた二人の足元から雪煙が上がりカツッと槍が相打った降る雪と 足元から舞い上がる雪とで、一瞬二人の姿は見えなくなり、ついで、舞いたこれまでだ右田という声とともに、鉄之助がどっと横倒しになった。貴様と、肩で息をつきながら、鉄之助は缶に耐えたという声で言った。貴様、強いな、右田 朗朗しても腕はにぶるまいと思ったが、あの頃よりはまた一段じゃないか。悔しいが、俺はまだ及ばない。残念だ。立て。登録は静かに答えた。勝負はこれからだ。もう一度立て。その必要はない。忠明が座敷からそう呼びかけた。 用意は、その方に大切な知らせを持ってきている。勝負は世の所望だ。もうよいから上がって座れ。改めて一賛取らすぞ。登録は、ちょっと消せなかった。しかし、渚が出てきたし、鉄之助も笑いながら、いかにも死災ありげに促すので、ともかくもすすぎをし、衣類の雪を払って、 座敷の下へにじり進んだ。忠明は面白そうに登録の前へ手向を据えさせ渚に向かって「兄の給仕をしてやれ」と命じた鉄之助はそこで形を正して一別以来の挨拶を述べ夏に故郷を出てからこの高島へ来るまでのあらましを語った。 高島城下へ入ったのは三日前のことで、槍を担ぎ、節税の道をいざりの足で歩き悩んでいる格好を忠明が認め、例の起承で己の館へ呼び上げた上、右田登録というものを訪ね回っている事情まで聞き出すほど親しくなった。その話は忠明にすぐ新山足軽を思い出させ、 なぎさを見かけたことから、今宵のいたずらを仕組んだのだという。そこまで話して。さて、と、鉄之助は膝を直した。そこもとを訪ねてきたわけを言おう。実は、半家からお召し返しの上位が下がったのだ。お召し返し登録は目を見張った。俺の父が、 老衰のゆえをもって師範を引退することになり、そこもとを公認として推挙した。老職の中にもそこもとの人物やりすじを認めている方が多いので、とりあえず、創術師範、助役としてお召し返しと決まったのだ。右田、いよいよそこもとの槍が世に出たぞ。待ってくれ。 登録は静かに表を上げた。ご師範のご講師も、ご家中皆み々の肝心なお扱いも、肝に銘じて片付けない。千番ありがたく存ずるが、俺は見張るへは帰らぬつもりだ。何帰らぬそれはまたどうしてだ俺は自分を恥じる気持ちでいっぱいだ。 俺にはお召し返しをお受けする資格はない」。登録は口中を訴えるように言った。あの時底本と争いになった原因は俺の見苦しい傲慢からだった。なまじ少しばかり槍が使えるようになると当然己が私分になってもいいように思い上がり足軽という身分に不満を感じ出した。 バカな。彼は自分を知ったするようにうめいた。ご奉公というものは身分によって違うものではない。私分には私分の方向があり、足軽には足軽の方向がある。その本分を忘れて、わずかな腕に目がくらみ、俺がラをしてのしまわったかと思うと。 俺は骨を砕かれるほど恥ずかしく情けない。男が腹の底をさらけ出しての告白である。鉄之助も心を打たれた。渚には、ああ、と思い当たる多くの回想があった。そして忠明までが、杯を手に、ぼうぜんと耳を傾けていた。美春を退国してから。 俺はいかにもして、槍一筋の武士になろうと誓った。その流浪中のことだったが、天竜川に沿ったある貧しい旗子宿で、雨売りをする老人の十戒を聞き、初めて夢から覚めたように思った。足軽は足軽として、一筋に努める。そこに方向の道がある。そこに全てがあるのだ。 俺は生まれ変わったつもりでご当家足軽として仕えた。俺の生涯はここから始まるのだ。よこい。この気持ちがわかってもらえるか。鉄の助は深く神戸を垂れて。そうか、とうなずいた。そして何か言おうとして目をあげたとき。 忠明がそれを抑えるように言った。今の言葉は良い土産になるぞ、よこい。その言葉と、なぎさを土産に、その方は見春るへ帰れ。なんと仰せられます。とぼけるな。なぎさのことは昨夜の物語に漏らしていたぞ。右田は高島へもらう。これほどのものの符を手に入れて、 今さら話す馬鹿はおるまい。右田は高島でもらう。その方はなぎさを連れて帰れ。それで登録にも不足はあるまいが。お待ちください。鉄つのすけが驚いて。親方様がそのように仰せられましては。なに、登録が自分でそううしたではないか。と、忠明は笑った。 世が望んだ渚をその方が連れて参る。その方の望む登録を世がもらう。これで五分と五分だ。帰ったら見張る子に申し上げてくれ。高島藩では天下一の草術家を足軽に抱えておるとな。酒が冷えた、変えてまいれという忠明の声は。 しめやかになった五点のうちに、明かりのついたような活気を与えた。外はまだ、しきりに降る雪である。